フィラデルフィアは今日も晴れは2005年から放送されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ2005年8月4日に FX で放送がスタートし2013年の第9シーズンから FXX に移転2020年時点でシーズン14まで放送されているロブ・マケル・ヘニーが自身の原案によりグレン・ハワートンと共に企画した 制作葬式と主な脚本は、マケルヘニー、ハートンに加えて、チャーリー・デイが当たり、彼ら3人に加えて、ケイトリン・オルソン、ダニー・デビートが主演する。作品では、ギャングが引き起こすドタバタ劇を描く。第14シーズンは2019年11月に終了した。2020年5月に、第15シーズンの制作が決定し、 アメリカで制作されたシチュエーションコメディシリーズとして、それまで最長だった1952年から1966年まで継続したオジーハリエットの14シーズンを抜いて、最長シーズンを数える長寿番組となった。2020年12月に合わせて4シーズンの追加制作が決まり、第18シーズンまで記録を伸ばした。フィラデルフィアは今日も晴れの主要キャスト。 上段左から、チャーリー・レイ、グレン・ハワートン、ロブ・マケル・ヘニー、ケイトリン・オルソン、ダニー・デ・ウィート。以上の5人が、ギャングのメンバー。役名の太字は、ギャング内でのお互いの呼び名やギャングから見た、主な呼び名を示す。ありがとうございます。